前回は夜の納屋橋を撮りました。今回は昼の納屋橋です。夜とは違った景色です。奥にあるのが名古屋ヒルトンホテル、手前がリッチモンドホテルです。金山方面です。今は伏見の味噌の座通りです。柳橋の方からね、名古屋駅を通って柳橋の方を通って味噌の座のあたりに行っています。なんかレトロな建物です。はい、みちこちゃん、こんにちは。今日はどこ行く？今日ね、町ブラ。町ブラだね。うん、なんかどうにもこうにもいい天気だからね。そう、名古屋港へ行こうかどこへ行こうかといろいろ考えたんですけど、うん、普段あまり行ったことのない名古屋のね、街をね、プラプラしてみたいと思います。そうだね。ここは伏見です。カフェとかレストランがたくさんあります。手前に見えるのは名古屋ヒルトンです。お店が多いね。うん、ピアノ室と子供の室だからね。うん、綺麗に彫ってあるね、これね。でも石とかのやつは珍しくないけど、うん、木のさ、こういうね、木彫りの石は珍しいよね。うん、本当だよね。うん、よくなるといいね。うん、みちこちゃん、こう持たなきゃいけないよ。はぁ、角なんで、みたい。あ、もう一回言って。やだよ、これナスだもん。
お願いですね。若宮八幡社に古くから伝わる夫婦の狐の伝説は縁結び、夫婦円満などのご利益があると言われています。連理稲荷社ではお願い狐に願い事を書いて奉納してご祈願ください。なんか優勝書きが書いてあります。江戸時代からあったんだね。なんか昔若宮八幡社の境内には230歳のオスの狐と150歳になるメスの狐の夫婦が住んでいたんだって。すごい歴史があるね。いまだ甘味をいただいておりませんと嘆いた。それが何日か過ぎた夜、夢の中に今度は白髪の老人が現れて、私はこの若宮の森に200何十年も住んでいる狐、しかし未だ決まった住処の洞窟がない。天保4年奉行所に許可を願い出て、小さい方からを立て、京都の富士の森稲荷神社のからご分霊をいただき、縁結び夫婦和合の連理稲荷社としてお祭りされました。そんな友情書きがあったんだ。ここはね、夫婦円満家庭円満のために参拝したいと思います。レッツゴーゴーゴー。ね、これ水みくじだって。面白い。やってみる。綺麗。本当に綺麗。あそこ。綺麗だね、そこ。あれ？なかなか体験できない方だからね。珍しいよね、これ。じゃあ、栄水。水みくじです。社務所で300円で買いました。見えますかね。文字が浮かび上がってくるみたいです。すごーい。水占い。嫌なことは水に流せ。おい。そうか。おみくじでした。じゃあこれを、今若宮八幡社行ってきました。みちこちゃん、水おみくじ面白かったね。面白かったね。井戸水につけて、うん、それで占いを見るっていうね、うん、はまた名古屋の町を散策していきたいと思います。今日は今がね、伏見から白川、そして若宮八幡社に来てます。だね。そういうのも結構さ、お客さんいっぱいいるよね。Thank you.
あ、ダンスバーバーだ。あれ、マスクしてない。前自分マスクつけてあげたのに。食べるもの、なんかこれ切れ物に困りませんようにって言ったよね。なんかこれ。これなんかあるな。うん、実。手が困らないよ。美味しそう。きなこ。ありがとうございます。きなこ。みたらしときなこです。みじゅうちゃん食べてみて。はい、じゃあいただきます。どう。美味しい。じゃあ早速ね、自分ね、ちょっとね、きな粉を食べてみたいと思います。美味しい。私はやっぱりこっち、やっぱこれ味しょっぱくて美味しい。美味しいよね、ここね。美味しい。行く？招き稲荷さんです。商売の町、大須の稲荷神社です。いいよ。はい、大須観音から歩いて金谷山の手前東別院にやってきました。すぐ近くに明帝名古屋テレビの本社があります。ここは立花2丁目ですね。旧町名は下茶屋町。名古屋高速都心環状線が通っています。京都でいう東本願寺とか西本願寺みたいな建物ですね、ここ。みちょこちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は名古屋駅から大須を経由して、はい、こちらまで来たね。来たね。疲れましたか？もう疲れました。はい、今からね、東別院を参拝して金山の方へ抜けていきたいと思います。お
浄土真宗大谷派。あれなんか美智子ちゃん踊ってる。おっとっと。元気な美智子ちゃんです。はい。法恩公監修禁修12月13日か18日って何があるんでしょうかね、これ。東別院です。晴天です。本当になんかこうやって山みたい。山みたいね。うん、徳川家のような感じ。そうだね。都心の中にあるのに、なんか山の中みたいな。本当だ。橋。こちゃん、はい、今東別院の方から JR 中央線の高架沿いまで歩いてきました。もう少しこちらをね、北の方へ行くと鶴舞に着きます。結構な距離歩いたよね。歩いたね。名古屋駅から柳橋、うん、柳橋から白川公園、それで御園座、それを通って大須、東別院で、ここは千代田町かな、うん、名古屋高速 JR 中央西線のところまで来ました。でこれからね、また歩いていきたいと思います。都心散策、レッツゴーゴーゴー。鶴舞に行きました。はい、みちこちゃん、こんにちは。こんにちは。今歩いてね、うん、鶴舞の方まで来たね、うん、今目の前に見るのが鶴舞中央図書館、昭和区まで来ました。で名古屋高速があって、目の前に JR 中央西線の高架があり、その向こうに東邦ガスのガス灯があります。ちょっと今ね、公園で休憩してたね。で引き続き名古屋の街を散策していきたいと思います。はい、鶴舞は昔はね、鶴舞公園が今あるんですけど、そこに昭和時代までは動物園があったり、うん、あとは
この鶴舞から上前越にかけては古本屋街があったりします。そんな町です。あとは明大附属病院とかね、うん、そういうのがある町で、まあ、飲食店もちらほらあったりします。で鶴舞公園の反対側には名古屋工業大学がありますね。本当だ、夕日が綺麗。はい、みつるちゃん、こんにちは。こんにちは。今日は今からね、名古屋駅の方から歩いてきて、すごいですね、吹上まで来ました。昭和区の吹上のイオンタウン、ちくさ、イオンタウンちくさに来ました。そろそろね、晩ご飯を食べようかなと思っています。いっぱい歩きましたね。これからも歩きますか。はい、はい、ではイオンタウンへ行きたいと思います。Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now.